ラケットインプレッションです。ご協力いただくのがクレールの村本です。お願いします。はい、はい、ウィルソンの道場です。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか見た目がそっくりとか同じですからね。そうですね、はい、97の今まで出てた LS、はい、とその今回新しくさらに軽量になりました ULS ウルトラライトの S バージョンというところの発売になります。 S ということはスピンの S、はい、そうですね、スピンの、はい、S、まあ、現行ではこちらの LS はもう販売させていただいて、思いのほか好評いただいておりまして、はい、290g の重さだったんですが、女性からさらに軽いもので要望も多かったものですから、今回 270g での ULS の登場になります。 270g、 はい、軽いですね。290、270ですので、本当にまあプロスタッフっていう、まあプロス 97S のインプレッションも取っていただきましたけれども、ジャジャ馬ではなくて今回はどなたでもこう扱いやすいモデルになっているかなというところのプロスタッフでございます。はい、また厚みも一緒なんですか。この2本に関しましては厚みは全く一緒の 23mm になっています。はい、だからウェイトとバランスが異なる。あ、バランスも同じく両方 32.5、 本当に重さだけです。重さだけの違い、はい、20g だけ軽くなっている。もちろんそういうところから考えると ULS の方が若干飛びは抑えているような設計にはなっています。ただこの2本比べていただくと、まあ、非常にこちらの ULS のですね、中身の詰まった打感ということでの好評はいただけるんじゃないかなとは思っていますので、そこは体感いただきたいかなと思います。はい、さあ女性向けになるんですかね。そうですね、特にこの LS に関してはユニセックス、男性でも女性でも、でこの ULS になりますと女性もそうですけども、ジュニアなんかにも使っていただけるかなと思いますね。はい、今 97LS と 97ULS を打ち比べてみました。LS の方がやっぱりこう、まあ、軽いは軽いんですけど、まあ、その中でもやっぱりまだ多少ラケットを持ってるなっていう感覚が残りつつ、これ重い分合わせるだけでもボールがちょっと飛んでくれるような感覚がありますかね。逆にこの ULS、軽くて使いやすいは使いやすいんですけど、やっぱりしっかりこう触れないと逆にちょっと飛ばないかなっていう感覚が出てるラケットなのかなと感じます。弾いて飛ばすというよりは押し出して、はい、飛ばさないとなかなか飛んでくれない、なのでジュニアの、女性、若い女の子、なんかこうブンブン振り回すには、こう持ってこいなんじゃないかなと、逆にこう LS の方は男子の男の子が、しっかりどんどん振り回せるようなラケットなのかなと思います。そうですね、先ほどおっしゃったその弾いて飛ばすラケットというよりはどちらかというと押していくラケットであることはもう間違いないです。でその中での軽量バージョンということになってくるので、今言っていただいた、まあ、ジュニアの男の子女の子というのもありますし、最近はテニス復活組と言われる、どちらかというとラケットヘッドを効かせるというよりはラケット全体を押し出すようなプレー、スイングをされる復活組の方にも、その中で軽量というと非常に進みやすいラケットかなと思いますね。こすって打つというよりは後ろから前に押して、ね、うん、はい、なんでスライス打った時もこう乗ってる感じが、厚い当たりのスライスもこれがしっかり出るようなラケットだと思います。なるほど、はい、やっぱりプロスタッフ、軽くてもプロスタッフ、ね、そうですね、はい、良さは全然残ってると思います、はい、やっぱり LS って、まあ、軽いとはいえやっぱりプロスタッフらしい感触がやっぱりあって、そうですね、当てるだけではやっぱりボレーが呼ばないので、こう自分からちょっとこう押して運べる、まあ、運んで使うっていう感じです、こうちょっと厚いとはいえど、はい、こう本当に飛んでくるところに出しておいてポンって渡してしっかり取って押すっていう感触がすごい残ってるだけなんです。で ULS の方にすると少しやっぱりこう楽に飛ぶようなイメージはありました。でもやっぱりプロスタッフらしいこう押すような感触も味わえるので、やっぱりこの ULS の方が幅広い方に扱いやすいのかなって思います、まあ、自動的に何か、ね、してくれるラケットじゃないですか、ね、ではないので、さっきのお話じゃないですけど、こう
テニス復活組という、ちょっと昔やってた方で、こうやっぱり自分でもある程度ラケットを操作できる、ボレーもしっかりこう自分でコントロールしたいっていう人が使っていただけると、操作性もいいし、こう押して運べるっていうところでコントロール性もいいしで、非常に使いやすいのかなと思います。まあ、見た目はもう分からないですけどね。いやもう遠くでこうやって隠してこうやって入って出されたら多分分かんない。そうですね。フェデラーが持ってるラケットと一緒という。そうですね。デザインは同じですね。はい。また別の。はい。じゃあまあ、ロジャーさんファンの方であったり。そうですね。うん、RF は辛いよっていう方でも、ちょっとこう軽めのモデル、はい、同じデザインで、まあ、ラケットの、まあ、テニスを楽しめるっていうところでは、そうですね、非常に、はい、まあ、こういうのもいいなと思います。だって RF と 70g 違うってことですね。そうですね、 70g 違います ね。 そうですね、 UNS と比較すると 70g ですね、はい、その味はやはり少し残しつつ、ね、まあ、扱いやすくしているというところにはなるかと思いますので、うんうん、はい、軽くすると別物になってしまうっていうのもよくあるお話ですけど、うん、その味はちゃんと残っ て、ね、残ってるところがこのラケットのいいところだと思います。やっぱ軽いから触れるので、そうですね、楽ではありますよ、ね、そうですね、あとしっかり抑えられれば、ね、しっかりいいサブとなので、まあ、スイングができてしまう、まあ、270g もかなりラケットで軽めではありますが、はい、まあ、そんなすごい極端に軽いっていうわけでもなく、まあ、非常にこう、はい、扱いやすい重さなのかなと思いますので、まあ、サーブなんかはこうスライスにせよスピンにせよフラットにせよ、まあ、スイングすることでしっかりこう抑えていくっていう要素で、うん、まあ、サーブを打っていただくのが、そうですね、思います。取り回しがしやすいんじゃないかなと思いますね、うん、はい、うん、まあ、こうさっきボレーをしてみた時もそうですけど、遅れてしまうとかそういうイメージもないので、サーブなんかでもしっかりトスを上げて打点に目がけてもしっかり振っていくっていうところで遅れが少なかったりとか、うん、する分のメリットもあると思います、うん、軽いからといってなんかこう外れた時にすごいブレちゃうかとかってそういうこともないので、うん、しっかり抑えは効いてくれるラケットも、うん、軽い割には、はい、と思います。まあ、軽いって言ってもガット張ってグリップ巻いて芯詰めつけたら、まあ、300弱まで、ね、はい、なりますから、まあ、こうすごい簡単な軽いラケットイコールこう簡単なラケットみたいなイメージがある方もいらっしゃると思うんですけど、これプロスタッフ 97ULS に関しては、まあ、プロスタッフっていう名前が付いてるだけあって、このプロスタッフらしさはしっかり残しつつのこう軽いラケットっていうところなので、非常にこう使い込めるラケットなのかなと思います。そうですね、やっぱり 97、97S、 それから RF というフェデラーのタイプ、ツアーモデルから比べると汎用性もありますし、たくさんの方に使っていただきやすいと思うんですが、やはりプロスタッフなので、うん、その独特の味というものはやっぱり残して作ってはいますので、うん、はい、そこも楽しんでいただける要素かなと思います。結構こう1回ラケット、軽めのラケットを買ってしまうっていうのだと、すぐにこう上手くなってきて買い替えなきゃいけないっていうのがよくこう頭をよぎる方もいらっしゃるんですけど、これは結構本当長くお使いいただけるんじゃないかと思うので、決しておもちゃではないというところでは、はい、長く使っていただけるかなと思います。はい、ね、まあ、さっきお話もあったマティス復活組じゃないですけど、そういう方はこうちょっと昔クラシックな打ち方でこうしっかり前に押していきたいっていう使い方をしていただいてもいいと思いますし、まあ、自分でしっかりスイングするっていうところで、まあ、ジュニアなんかの方のこういう1本目とかでも使いやすいかなと思いますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。発売は、こちらの ULS は来年の1月に予定をしております。2016年の1月ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。